はい、皆さんおはようございます。ダバチャンネルの K です。今は4月29日ですね。フィリピン時間で9時28分になりますね。なるところですね。で、市場の方はまだあと3分、2分のところですね。市場の方はまだ開いてません。プレオープンですね。注文のみできるような形ですね。で、昨日最後の動画でお伝えしたように、もうすでにですね、10銘柄、9銘柄かな、選んでます。で、今日の朝9時半から始まって、その値動き次第でもうエントリーしていこうかなっていう、まあ、この株価ですかね、値の方も決めてですね、まあ、それに従って動いていこうかなと。昨日、動きが良かったですね、PNB をはじめとして。で、こちらはちょっと見てなかったんですけど、エバーですね、EVER ですね、なんと28%アップですね。まるで仮想通貨のような上がり方してますけど、で、次が BUL、これも昨日私入って、5%ぐらいですね、利益が出ました。まあ、ただ終わってみれば13%も上がってたんですけど、あとは入れなかったんですけど、まあ、最高値を更新中の BHI ですね。で、新たに BSC、AT、PX、PHES、PRMX、これらでできるチャンスがあれば、今ちょっと1分足の方に変えていきます。入っていこうかなと思います。もうあと1分弱ですね、30秒ぐらいで市場の方オープンになりますね。今日も、最初の5分10分、まあちょっと続けて動画を撮影していくかもしれないんですけど、その後はもう本当区切れのいい時とか値動きがあった時ですね。今フィリピン市場の方は相当元気ないんでですね、途切れ途切れの動画になるかもしれないですけど、だいたい1本の動画が30分ぐらいになればなと思って編集していきたいと思っています。というところで、今9時半になりましたんで、市場の方オープンですね。早速、PNB の方は61回の取引がもう成立してますね。で、29.90に落ちてます。こちらが、損切りラインが29.55で31.2や31.85まで上がるだろうから、その辺で利確しようかなと。で、エントリーの方は29.55ぐらいで、以上で動きそうであれば、まあ、入っていって、ちょっと待ってみるかなっていうところですね。今のところ板が29.90で4名の方が売りたいですね。アスクの方売りたい。あ、今落ちましたね。29.8。さすがにここ数日上がり続けてたんで、今日は落ちるかもしれないんですかね。29.80で3名、29.7で1名の人が今売りたい買いたいで、やり合ってますね。落ちてきてますね。他のはどうでしょう。こちらエバーですね。今もうすでに78回取引の方を成立してますね。0.187で売りたい人、0.185で買いたい人、ここら辺でバチバチやってますね。これもちょっと出だし落ちてますね。BUL も最初落ちてますね。2.67。これおかしいのかな。あ、2.79ですね。2.79と2.77でやり合ってますね。で、次が BHI。こちらは、若干のプラスですね。0.117と0.116でやり合ってますね。ちょっと1分足だと見えにくすぎるので。こちらが今0.95か、こちらが0.97超えたらエントリーしようかなとは思っています。
0.96上がってくるのかな。板の方がどうでしょう。0. ああ、いい感じですね。0.97で売りたい人がいて、買いたい人0.97で今やり取りしてますね。こちら AT の方がちょっと1分足だと見にくいですね、やっぱり。あれ？ああ、結構上がってますね。8.25を超えたらエントリーしようと思ってたんですけど、もう始まりが8.3か、ギャップアップちょっとしたんですね。で、8.35から始まってますね。こちらが8.35で売りたい、8.33で買いたい人で今やり合ってますね。で、次がちょっとこちらも。0.62超えたらエントリーと思ってたんですけど、もういきなり0.63から始まって、0.60から始まって、今、まあ取引回数12回か、少ないんですね。これはゆっくりいくのかな。0.06で、売りたい人、0.05で買いたい人が今やり合ってますね。で、PHES ですね。0.68を超えたらエントリーしてみようかなと。そうすると次が0.74までいくので、もう損切りラインは0.68に設定して、もうすぐに0.68を切ったら0.67とかで損切り、まあ0.7ぐらいまでいって0.68にいったら0.68で損切りっていうような形で取引していこうかなと。こちらが3.24を超えたらエントリーしてみようかなというところで、今3.26なので、これも入っても良さそうですね。板の方はどうでしょうか。3.26で売りたい人と、3.27で売りたい人と3.26で、これ良さそうですね。PRMX。まずは PRMX に注文を、買い注文を入れたいと思います。こちらが1000株単位ですね。PRMX。伸びていってるの。わ、すごいな。もう4%アップですね。3.34。こちらはじゃあ調子が良さそうなんで2000株いってみましょうか。3.32。今3.32と3.34。じゃあ私も3.32に。3.32。PRMX 3.32で注文を入れてみました。入らないの。 3.34と3.32で今やり合ってますね。ああ、もうあれかな。上に上がっていくのかな。今3.32の方が売れて、取引でされてなくなっていってますね。入ったのかな。あ、私の方入りましたね。PRMX 3.32で入って、こちらが1.3ですね。やっぱり、れだな。購入株数が少ないと手数料が上がるんですかね。1万ペソとか購入してるときは1.13%なんですね、買った時の手数料。今はこれ1.3ですもんね。昨日なんか2000ペソ、3000ペソを購入したときは2.2%ぐらいあったんで、なんか決まりがあるのかな。一律1.19かと思ってましたけど。で、こちらが3点、あれ ?3、あ、そうだよな、ね。3.32ですね、今。で、3.34。あ、ちょっと上がりました。でも下がったな。3.32と3.34の今やりとりですね。で、これが3.24を、あ、じゃないか。
3.32で購入したんで、3.28あたりで損切りラインで、上は3.34を、まあ、超えていくのを祈るばっかりですね。他のはどうでしょうか。PHES プラマイゼロ。PX の方がプラス 1%。AT がプラス1.81。BSC マイナス1%。BHI プラス0.86%。BUL マイナス1%。エヴァ、おお、5%アップ。 PNB、さすがに息切れですかね。マイナス2%。おお、エヴァも上がってきてますか。これ5分足で、何だったっけ。0.197を超えたらエントリーするっていうことで、これも超えてきてるな、かなり。板の方は0.203で売りたい人と0.202で買いたい人の戦いですね。ちょっと PR 値は、あ、よかった、上がってきてますね。3.2で買って今、おお、イエス。今231、私の利確が3%から5、まあ3%以上なんで、もう 売るかな。3.45。ああ、下がるかな。まあ、いつも私が言ってる9時半から9時50分がゴールデンホットタイムっていうかゴールデンタイムなんでしょうけど、私にとってはいつもそこでやられてしまうので、まあ、今日は結構早めにエントリーすることができたんで、最初のもうこの勢いですね。5分、10分、15分のすごい一番勢いのあるところに乗れてるので、まあ、ここでどう判断するかですね。朝の15分、20分も。今日の最高値が今のところ3.5なので、そこのちょっと手前、ま、そこまでもういかないのかな。一応もう今のところで43.45か。これで2.58、3.48ぐらいに。もう一回行ってくれればそこで売りたいですね。あ、行きそうだな。売り注文入れときます。ちょっと早いですけど、3.32で買って3.48ですね。どうでしょうか。PRMX 今3.47と3.46、3.48に今私も含めて5人待ってますね。誰か買ってくれ 誰か買ってくれ。今買われてますね。今3.47と3.48が、ちょっと落ちますね。3.47、あ、でもまた3.48。誰か買ってくれ。まだ残ってますね、注文。3.48で5000株。ああ、3.37になっちゃったな。3.37。まあ、ここがすぐ消えるようであれば、上に上がる勢いが強いってことなので、私の3.48の6000株も、そろそろと思ったら、また誰か3.47で売りたい人が、で、こ、おおおお。ああ、やった、触れた。はい、今日の1回目の取引、嬉しいですね。200ペソぐらいのプラスですね、PRMX で。よし、まずはいい感じですね、3%。で、他のはどうでしょう。まあ、逆に PRMX、勢いあるのかな。
PRMX どうでしょうね。勢いあるのかな。最高値を更新してきてますからね。で、3.37のこのラインを超えてますんで、ああ、3.52まで行ってますね。わあ、もう一回入るかな。おお、すごい登ってますね。あいた、ちょっと早かったかな。すごいすごい。ああ、取引回数もすごいですね。増えてますね。もう最初の15分だけで10%アップですもんね。すごいな。他が今20、29.55PNB、0.2。まあこれも上がってきてるんだな。また最高値を更新したんだな。すごいですね。こちらも。PUL。こちらが2.8超えたらエントリーしようかなと考えてたところで、今2.74なので、ちょっと今はやめておきます。BHI の方が 119を超えたら、あ、もう超えそうですね。あ、こちらも0.119、最高値ですね、つけましたね。BSC が0.97超えたらで今0.95ですね。AT の方が0.8、825のところで、あ、もう8.56ですね。こちらも4%アップしてますね。ちょっとタイミングを出しましたね。もうこの1年間の直近の1年間、8.63、今最高値更新中ですね。前まで、昨日まで8.49だったので。PX が0.62超えたらと思ってて、今0.65。あ、これも良さそうですね。PHES が0.68超えたらで今0.65か。これが、AT も上っていくのかな。ああ、BUL はちょっと落ちてんのかな。エヴァも面白そうですね。最高値のお祭りに乗ってみたいな。こちらが AT が、8.63の最高値をつけて、今若干1ポイント下がって8.62ですね。で、PX の方が、0.05。ああ、でもこれ取引回数がな、少ないんだな。PRMX どうなりましたか？ああ。そうですね。私の今までのやり方だと、だいたい9時45分とか50分ぐらいまで入れなかったんですよね。躊躇して、昔というか1ヶ月ぐらい前までは。それで、わあ、これ上がってきてる。じゃあ、乗ろうかなと思って乗ったら、そこが最高値で、例えば今日だったらこの辺ですよね。3.52とかで、もうちょっとだけ上がって、ああ、やった、上がったと思ったら、もう次の瞬間、次の5分で今みたいにグーンって下がるんですよね。だから、本当、9時半から、まあ日本もそうなのかもしれないですけど、もう最初の30分間すごい上がるけど落ちるっていうのもあるんでしょうね。今3.54まで行って3.47までですね。あとはこのもう一回今日の最高値3.54をいけるのかどうかですよね。もう力尽きるのか。出来高が最初の15分ですごかったですもんね。ここまでぐーんと来て、で、その後、もうかなり少なくなっちゃいましたね。
AT が8.25を超えたらって言ってたんですけど、もうすでに8.61なんで、ちょっとこれは、後にとってエバーの方が面白いのかな。あ、これも、9時半の時点で、今日のっていうか、まあ、この1年間の最高値ですね、0.206をつけて、で、9時40分に入って落ちていってますね。やっぱりもう最初の5分以内に決断して入れる人でないと、ちょっと難しそうですよね。まあ今日私は PRMX で昨日予習してたんでうまく入れましたけど、1つか、まあ、できても2つぐらいの銘柄に飛び込むぐらいしかできないですかね。ちょっとあとは、緩やかなと、まあ、ゆっくりした取引になってくると思うので、また動画の方は1回止めて、まあ、ちょっと、10時半とかですね、11時、それか、まあ、値動きがまた動き始めたら動画の方再開したいと思います。ここで1回切ります。はい、今ですね、時間の方が10時になるところですね、フィリピン時間の10時になるところで、こちら EBER、エバーの方が今0.198ですね。先ほど朝一で0.206の最高値更新して、今日の最高値で、この1年間の最高値でもあるんですけど、更新して今ちょっと戻ってきてると。で、ちょっと見てたら、ですね、0.197切ってしまった時もあったんですけど、まあ今0.198でとどまってると。で、まあそうですね、0.195と0.198とか、まあこの辺の行ったり来たりをこの15分間してたので、ここで入って上がるのを待とうかなとも今思い始めました。この0.19な、まあ今0.195ですけど、この辺ね、やっぱりちょっと支えてくれる壁がありそうなので、0.195で私も乗っていくのか、0.196で入っていくのか、まあ、この板を見て判断できるレベルだったらいいんですけど、ちょっとまだよくわからないので、0.195で入ってみるかな。エバーですね。エバーが1万株ですね。最低が1万株。いくらにしようかな。195。1万株。1万株？10万株でもう全然、あ、違う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 、5万株、5万株か。エバーが今、ちょっと、ダメかな、0.194か。0.194で今取引が成立していってるんですね、ずっと。0.194がもうどんどん、なくなって、今0.193ですね。下がっていくのかな。0.193に下がってきましたね。朝一で5%ほど上がって、まあ6%、まあ10分間で6%ほど上がって、そこからまた、
9時40分で最高値つけて、もうあと下降してきてるんですね。ちょっとクリア。で、朝購入して200ペソ、230ペソぐらい買ったんですけど、こちらももう1回最高値更新して3.55まで行ったんですけど、まあ落ちてきてますね。ちょっともう出来高も減ってきてますし、力がないかもしれないですね、上がる。エバーがいけそうな気もするんだけどな。やっぱりエヴァでちょっと挑戦してみます。あ、違う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 。半分ぐらいでいいか。今おお、上がってきたの。0.199ですね。ということで0.198。こちらで5。エバーですね。0.198で注文入れてみました。まだ入んないですね。0.198、3万株、5940ペソですね。ああ、上がるな、これ。もう今、0.2と0.199のやり取りですもんね。上がっていくんじゃないかな。注文入んないですね。あ、0.198、私も含む3人ですね。0. あ、うわ。おっと、こんなに一気にいくと下がっちゃうんじゃない？あ、まだ残ってますね。3万株。6万株あるから、このうちの3万株が私のなんですね。0.198で。でも0.197下回るようだったら、ただ次が0.195なんで、まあすぐにはちょっと損切りはせず、ちょっと時間を置いて様子見てですかね。今取引回数691。売れましたね。あ、売れたじゃないや。注文が入りましたね。入ったけど、こちらですね。エバー0.198で、取引手数料ですかね。マイナス1.39。今、0.198と0.195ですよね。この間がちょっとギャップが空いてますんで、私の損切りラインの0.197を一気に割る形にはなるんですけど、まあまだ上がるかな。ということで、まあ時間ちょっとかかりそうなので、また一回ここで動画止めて、値動きがまた始まったら動画の方再開したいと思います。はい、今10時23分ですね。ちょっと今慌ててます。ですね、先ほどまで0.195とかで推移してたんですけど、エバーですね、今、一気に0.19になって、その後0.186まで落ちたのかな、0.185まで落ちて、今ちょっと戻ってはきてますけど、びっくりしたな、一気に、うわ、朝一で230ペソぐらいプラスだったんですけど、これで440ペソマイナスになっちゃいますね。損切りのもう
0.197 の下をちょっと引くのを忘れてましたね。この辺であったんだな。0.193 ぐらいで損切りだったんだな。ちょっと今 0.19 まで戻ってきましたけど、これがどうかですよね。いや、さっき一気に0.19 まで、0.195 から 0.19 に落ちたんで、ちょっと焦りましたけど、なんとかここで踏ん張ってほしいですね。今 0.192 で売りたい人と 0.19 で、うわ、結構いっぱいあるな、ボリュームが。0.192 ですね。ちょっとこれどうだろうな。また今度はこの 0.193 とか 0.197 が壁になるんで、支えてくれる壁から跳ね返す壁に今度は変化するんで、今 0.191 ですね。もうこれ切った方がいいのかな。今はマイナス200、まあもう自分がマイナス 1%、まあマイナス 1、2% の損切りをはるかに超えてマイナス 5% ですからね。今ちょっと、まあでもあれだな。0.190、0.195。やっぱりこの時間の節目は怖いですね。10時とか10時半とか11時ですね。なんとか踏ん張りそうですね。次が 0.194、 なんか変なのか、うん、0.194。 いやー怖かったな。今 0.192 でずっと取引が成立していってるんですね。 0.194 は誰も触らない。192、 0.197 で買って、あ、198で買ったのか。198で買って192だと200、まあ、今261ですね。朝一の取引でプラス231だったので、まあこれでプラマイマイナス30ペソか。まあまだ時間はあるんですけど、これからどうなるかですよね。サポートラインであった 0.193 とか 0.197 が今度はレジスタンスラインに変わるんで、反発される 0.19 に、これ 0.193 超えると、小さい壁がここの 0.193 にできちゃったんで、それをまずは乗り越えて、で次大きいライン、大きい壁の 0.197 を超えないといけないんで、2回パワーが必要なんですよね。ちょっと落ち着きましたね。一回また様子見てみます。ちょっと値動きがまたあったら動画の方再開したいと思います。はい、今10時33分ですね。でエヴァーの方が先ほどちょっとびっくりしたんですけど、マイナス、あ、じゃない、 0.185 まで落ちたんですね、一気に。でそこから持ち返してはいるんですけど、やっぱり、0.193 の方でちっちゃい壁にができてるみたいで、もうちょっと上がれないですね。
で、今も0.19に落ちましたし、なので残念ですけど、ちょっと損切りをしていきたいと思います。今0.192と0.19なので、1ポイントでもちょっと高く売りたいんで0.193で入れてみます。エバーが0.198で買ったんですね。それを0.193で売りたいと思います。売れればいいんですけど。0.193で全ての3万株を注文、売り注文入れました。ただ今は0.19ですね。今0.19と0.192のやり合いですね。で、私の3番株が今ここの、ところに1人で待ってるような状態ですね。今0.19がどんどん処理されていってますね。ここでトランザクションズの方で、歩み値ですね、0.19で今取引が成立していってますね。ちょっときついかな。0.189とかまたで0.18台が出てきちゃいましたね。朝の取引で230ペソのプラスでしたけど、これでマイナス320、マイナス90%、90ペソになっちゃいますね。くそー、残念だな。やっぱこの辺がちょっと勢いがないんだな。そこを見極めきれなかったのがダメだったのかな。今0.19と0.189ですね。私が0.193に入れてるんで、ちょっとここまでいくかな。ちなみに他のが朝一で上がった PRMX は今また同じように急激に下がっていってますね。AT もいまいちですね。朝ここでぐんと上がって、その後は横ばいになっちゃってますね。BNB も、このピンクのラインを越えてから買ってもいいかもしれないですね。BUL あんまり動いてないですね。BHI、さすがに毎日最高値更新、今日も最高値更新はしてるんですけど、0.118から0.119ですね。でもその後も力がない感じですかね。BSC の方は、これもほぼほぼ動いてないですね。PHES、これも良くないな。あれ？ PX 上がってきたな。朝の段階ではほとんど取引回数なかったんですけど、今上がってきてますね。何時からだ？ 10 時20分ぐらいからか。ちょうどあれですね。私がエバーでバタバタ大丈夫かなと思ってた時にグンってこっちは上がったんですね。で、今エバーが動きがなくて0.19で売りたい、売れて0点、次は0.192になってるんで、これが売りたい人が買われて、次ようやく私の0.193ですね。これが買われて、マイナス、マイナス240ペソぐらいですかね。ちょっと時間がかかりそうなので、また値動きがあったら動画の方を更新したいと思います。これで一回切ります。
はい、今10時40分ですね。先ほどから数分しか経ってないんですけど、また上がり始めてですね、私が売り注文入れてた0.193、まあ、売れて、取引成立してですね、注文なくなりましたね。マイナス240ぐらいだったのかな。まあ残念ですけど、ちょっとここら辺の読みが甘かったんですかね。まあ、後でちょっと反省会したいと思います。これ、ここから上がってまた行きそうだな。やっぱこういうのを見る目を養っていかないといけないですね。今度また0.197を超えそうだったらエントリー、当初のあれですね、設定していたエントリーポイント、エントリーラインのこの0.197を超えたらもう1回エントリーしてみようかなと、リベンジですかね。で、PRMX が今朝一で上がっていって落ちて、で、今リバウンドになるんですかね、これが。まあ、売られすぎたんでちょっと買われて、3.37ぐらいまで行って、また下に勢いなければ、勢い、出来高少ないんで落ちていくかもしれないですね。ちょっと選んでいた銘柄ではあんまり良さそうなのがもうないな。AT の方、そういえば PX が上がってたんだな。PX が先ほど6.28で今日の最高値をつけて今6.25になってますね。これもな、0.62を超えたらエントリーつってたんですけど、今日の始まりが0.06で、で、最初の、もうこの辺ですよね、最初の1時間弱ぐらいですよね、45分ぐらい、もう本当取引回数少なかったんで、ほったらかしてたんですけど、一気に10時20分から上がっていきましたね、これ、ここだけで、そうですよね、3%ぐらい上がったんですね。で、今も上がってきてますね。これをどう見るんだろうな。まあ一応6.50まで上がるとしたら上がるかなと思ってますんで、まだまだ行くのかな。6.27で買いたい人、売りたい人がいて、6.25で売りたい人で今やり合ってますね。取引回数少なくてゆっくりな値動きなんで、私にとっては慌てなくていいかもしれないですけど、PX か再度エバーですかね。これもリバウンドで3.37のラインでここで弾かれるかどうかですね。朝は勢いよく超えたんで、そのまま上まで突っ走りましたけど、今がどうですかね。出来高がないんで、エバーが、また戻ってきてますね。まあ、こういうもんですよね。で、これで今度、また0.197を超えて、上りそうだったら、あれですね、エントリーしてみようかなと。今日の最高値で、この1年間の最高値でもある2.060をまた目指して、いくのかな。今0.197になりましたね。もう一回ちょっと入ってみますかね。リベンジでですね。0.195。ちょっとなんか危ないな。ちょっとこれ確実に0.197を超えるまではちょっと様子見ときたいと思います。ちょっと他のも値動きがあんまりなさそうなので、一回動画の方ここで終わりにし。
はい、動画の方を再開していきます。今12時20分ですね。結構時間経ったんですけど、エヴァの方ですね。まあ、全体的に選んだ銘柄で上がっていってるものがあんまりなくてですね、結局エントリーはしませんでしたね。エヴァも PRMX も、まあ、AT もちょっとこれ入るタイミングがもうちょっと、入ろうと思った時に上がってたのでちょっとダメでしたね。PNB もいまいちでしたね、さすがに今日は。BUL も横ばいでしたね。BHI は、さすがにもう息切れですかね。ずっと最高値更新してたんで、今日はもうちょっと落ちちゃったかなって感じですね。BSC もほぼほぼ横ばいで、PHES も、横ばいですね。で、PX もこれも、AT と一緒でちょっと入るタイミングが、逃しちゃったかなと、もったいないなっていうところですね。5%アップ。というところで今日はですね、朝一の、PRMX で3.32で入って、3.32で入って、3.48で売れてですね、で、4.8%のプラスだったんですね。で、次にエバーで0.198で入って、で、0.193で売ってですね、マイナス2.5。で、金額の方で言うともうプラマイゼロですね。昨日からマイナス0.1ペソですね。まあ、まあ、よしとし、今までと比べたら よしとしたいかなと。今までよくやってたのがこういうところですね。こういうのばっかりだったんですけど、どういうことかっていうと、最初の9時半とかで、ああ、これ、まあ9時35分とかで、わあ、すごいな、まだまだ登るんだなと思って、で、9時45分、9時40分ぐらいに入って、わあ、上がるわ、これ、どんどん行けと思ってたら、9時50分を境に、ドワーッと落ちていってですね、で、こういう線なんか昔は引いてなかったので、いや、どっかで上がる、どっかで上がる、どっかで上がるっつって、結局もう、ここぐらいまで行って、まあ、損切りっていうか、泣く泣く切っていたような、切ってたんですね。で、最後の、一番食らったのが、4万5千ペソまで落ちて、で、さすがにもうそこで切ることが、損切りっていうか、切ることができなくて、次の日に、どっかですかね、次の日、次の、2日間ぐらいかけて、ちょっと上がった時に売って、ちょっと上がった時に売って、マイナス2万ペソぐらいまでの、被害を、損を縮小はできてたんですけど、やっぱりこの時間帯って、いい時もある、まあ、入りが早ければ早いほどいいかなとは思いますよね。やっぱり、まあそうですよね。損切りも早ければ早いに越したことはないですし、まあ、いきなりガッて下がった時はちょっと様子見た方がいいのかなとは思ってるんですけど、何にしても、まあ、とりあえず今日はプラスマイナスゼロということで、マイナスにはならなかったんで、自分の中で良しとしておこうと思います。今日もご視聴ありがとうございました。この後、反省のビデオと、あとは明日に向けてのですね、対策のビデオ、あ、動画ですか、動画の方を作って後でアップしたいと思います。また明日もよろしくお願いします。ありがとうございました。